こんにちは、芸能ダイヤです。スノーマンが12月31日に YouTube で生配信するスノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日の配信時間が決定しました。配信は20時30分からのライブパートと23時35分からのカウントダウントークコーナーの2部制を予定しているようです。ライブパートでは歌とダンスのパフォーマンスを披露、休憩を挟んでのトークコーナーではメンバー9人でくつろぎながら様々なトークをしつつ、年越しの瞬間をカウントダウン、配信を視聴しているファンと一緒に新年を迎えます。たくさんのファンのみんなと一緒に大晦日の夜を過ごしたいというメンバーの思いから始まった本配信イベント企画は、スノーマンオフィシャル YouTube チャンネルより無料生配信されます。なお、メンバーが中心となって企画しているライブパートの詳細やトークコーナーのコンテンツは順次解禁予定で、とても楽しみですね。スノーマンの YouTube 生配信企画が着々と進められている中、今年大晦日の NHK 紅白歌合戦には旧ジャニーズ事務所現スマイルアップの所属タレントが1979年以来44年ぶりに一組も出演しない状況となっています。事務所の創業者ジャニー喜多川氏の加害問題を NHK サイドが重く見た結果ですが、今後の紅白とスノーマンの間の驚くべき話が11月28日発売の女性自身に報じられています。記事ではスノーマンはファンと共に大晦日に自分たち主導のライブを同じ場所で毎年開いていきたいという思いから、24年以降も基本的に紅白に出場しない方針でメンバーが一致したと報じられています。今年の大晦日に行われる生配信ライブ、スノーマンスペシャルライブみんなと楽しむ大晦日も紅白に縛られずに大晦日に自分たちができることをという思いから生まれたといいますね。スノーマンの生配信ライブは YouTube で行われますが、韓国の人気グループ BTS は YouTube の同時接続数300万人超えのギネス記録を誇っています。前述の記事では目黒さんが年末のライブで将来的にギネス記録を更新するつもりとも報じられています。スノーマンのこれまでの最高同接記録は55万人。3月20日に配信されたスノーマン緊急生配信、20日月曜日20時重大発表と題して4大ドームツアー発表とサードアルバム発売の告知を行った際の数字です。 BTS の300万兆はまだまだですが、スノーマンの現在の勢いを考えると、勢いを維持しつつ年末の YouTube ライブを毎年恒例の定期イベントにすれば、同節数はどんどん増えていくはず。紅白ではなく BTS をライバルに見据えているということですね。スノーマンが今年だけでなく、もう二度と紅白に出ないということが事実だとすれば、驚くべき話ですが、 AKB48 の論客として知られ、日本の芸能文化全般を研究するジャパン芸能カルチャー研究所の代表でもある芸能評論家の三杉武氏は、ありえない話ではないですねと話し、こう続けます。今年は見送りになりましたが、旧ジャニーズ事務所は紅白と同じ大晦日に東京ドームで事務所総出の年越しイベント、ジャニーズカウントダウンライブ、通称カウコンを行っています。旧ジャニーズとしては大晦日はカウコンが最も重要なイベントでした。そのためこれまではむしろ NHK が紅白に出てくださいとジャニーズにお願いしていたという背景がありますよね。1994年から2008年まで紅白出場のジャニーズタレントは基本的に SMAP と TOKIO の2枠で固定状態でしたが、2009年以降はジャニーズ枠が急増、毎年5から6グループは出場するようになり、2021年には過去最多の白組の出場アーティストの3分の1となる7組が出演する予定でした。紅白サイドは将来の NHK 視聴者を確保するために、そしてジャニーズは紅白を通じて
ファン層を広げるためにですが、頼まれて出ていたジャニーズが協力する感じだったでしょうが、持ちつ持たれつな関係だったわけです。ところが今回の事情が事情とはいえ、 NHK が一方的に旧ジャニーズを排除しましたよね。これにはさすがにスノーマンメンバーも思うところはあるのではないでしょうか。彼らは圧倒的なセールス結果も残していますしね。そして単に出場させなかっただけではなく、露骨な乗り換えも感じさせますからね。今年の紅白は旧ジャニーズタレントが出演しない代わりに、赤組白組とも K ポップアイドルが増えています。白組は13人組ボーイズグループであるセブンティーンと、8人グループのストレイキッズの2組が初出場。赤組は TWICE の日本人メンバー3人のユニットミサモが初出場するほか、4年連続出場となる9人グループの NiziU、 昨年に続く出場となる5人グループのルセラフィムも参戦。5組に加えてメンバーは全員日本人ですが、 K ポップ系列にカウントされることがある男性11人グループ JO1 も加えると計6組が紅白に出場することになります。紅白は若い世代に絶大な人気の K ポップグループを起用することで若い視聴者を確保したいという狙いがあると思われますが、紅白に K ポップのタレントが数組出るとか言われてるけど、随分と手際のいい話だな。ジャニーズ切って今度は K ポップに依存するようになっただけ。紅白だけでなく他の音楽番組、朝の情報番組も韓国ばかりだね。ジャニーズ枠が韓国に変わっただけといった声も多く寄せられています。ここまで露骨に NHK が K ポップアイドルに乗り換えているような状況は、スノーマンに限らず旧ジャニーズタレントはどうなのと感じても不思議ではありません。こういった NHK サイドへの感情がまず一つ、もう一つのスノーマンが今後紅白に出場しないのかもという理由となるのは新事務所の方針ですね。旧ジャニーズ事務所は仕事の受注営業から出演料交渉、契約、マネージャーによるスケジュール管理や身の回りの世話までを一括して企業が代行するマネジメント契約の会社でした。しかし旧ジャニーズ事務所が設立を発表している新会社はエージェント契約の会社、営業やギャラ交渉などは代行しますが、基本的に大半のマネジメント業務、プロデュースなどは個々の裁量で行います。つまり会社サイドではなく個人やグループの意思が優先されて仕事が決まっていく会社になるわけです。そのためグループ活動の自由度は格段に上がるわけで、スノーマンがもう紅白には出ないと主張すればそれが優先されるんですよね。だからスノーマンの9人が今後紅白に出ないと考えているのだとすれば、それが現実のものになる可能性が高いということですね。来年以降スノーマンは本当に紅白から消えてしまうかもしれませんね。今後は世界的に人気の K ポップグループ越えも視野に入ってくるスノーマン、大きな夢を掲げるスノーマンなので、仕事を制限されてしまう旧ジャニーズ事務所を離れ K ポップ事務所と契約し、さらに大きく飛躍する未来があるかもしれませんね。今後の動向に注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。